っとできるひとときを。ひろみボイス。今日は、今日4回目ですかね。そのことだったかなと、ちょっと話を伺って、一人目の方は初心ですね。ヒアリングはオンラインでして書いてくれてると。午前中は催眠の部屋が予約で埋まってると。もうちょっと増設しようかな。すごくニーズがあるもんね。この方も前回催眠の部屋で熟睡されてる。それからはここは撮ってらっしゃらないだね。そっか、わかりました。今日はね、新しいものも取り入れてるので、しっかりとアプローチをしていきましょう、はい、じゃあ次の方お呼びください。はい、こんにちは、お久しぶりです。約3ヶ月くらいかな、経ってないくらいですかね。その後どうですか、ご体調。ああそうですか。夢を結構見るようになったんですね。どういった夢ですか。はいはい、螺旋階段みたいにくるくる回っていく感じで寝ていって、で、ああそうですか。ちょっと歯が、ボロボロと抜けていくような、ああそう、怖いですね。抜けちゃう夢。毎日見ます。そうですか、ほぼ毎日ですね。そうしますとなかなかね、すっきりしないですね、起きた感じとか。体が、重たい感じですよね。はい、それはお辛いですね。そうですよね。途中で起きることも。ああそうですか、夢のせいでね。ひどい時は何回くらい起きますか。ああ3回くらい起きること。そうなんですね。なるほど。そうしますと、最初の頃に比べると、寝つきは良くはなったけれども、その寝入りがちょっとめまいがするような感じですとか、寝てる間に見る夢がね、ちょっと怖くなっちゃったりとかっていうことで、体のね、疲れがちょっと取れてないっていうことですよね。そうですか。わかりました。お仕事とか私生活とか、何かあれから大きく変化とかってありましたか。あ、よかったです。あ、なるほど、部署はまた移動できたけれども、ちょっとマネージャーでちょっとね、責任というかプレッシャーが、あるということですね。ありました。お休みはちゃんと取れてますか。なるほど。土日はあるけれども、ちょっと、ダウンしちゃって、そうですよね、睡眠の部屋もあれ以降使われていないですもんね。そうなんです。ちょっとね、予約も取りづらくなってきてしまってるので、ちょっと部屋を増設しようかなとは思ってはいるんですけどね。はい、わかりました。そうしましたら、ちょっと今日はいつもの通り、目とお口の中と、あと
と耳をちょっとチェック先にしまして、でちょっと体が疲れてるということなので、首と肩のあたりもね、少し触診をさせていただきます。はい、その後今日の治療方針も、決めて、ご案内させていただきますね。はい、はい、それではまず目の中を、拝見しますので、ちょっと明るくなりますね。はい、失礼します。こちらから失礼しますね。ちょっとここ見ててくださいね。あ、前回よりもでもあれですね、鉄のサプリ召し上がってくださってます。あー、よかったよかった。前回ね、ちょっと鉄分が不足してるっていう感じだったんですけど、今回はそれは改善してらっしゃいますね。うんうん、だから寝入りがね、割とスムーズになってきているかなと思います。はい、でこちらもね、失礼します。うんうん、こっちもそうね。うん、目はね、すごく綺麗ですね。うん、ちょっとあの目の周りとかは凝ってらっしゃる感じが、今ちょっと軽く触っただけでもね、あるけど、でもね、前回よりすごく良くなってると思いますよ。はーい、はい、ありがとうございます。じゃあそのままお口をちょっと見せてくれますか。はい、軽くで大丈夫ですよ。はい、じゃあちょっとあーって言ってもらえますか。あー、もうちょっと、あー、オッケーオッケー。そうですね、そうそう、うん、いい感じ。喉も綺麗ですね。はい、じゃあ今度耳の中もね、失礼しますね。よいしょよいしょ。お耳も綺麗ですけども、あ、うんうん、ちょっとだけ汚れは溜まってるかなっていう感じですね。うんうん、でもいいかな。こちらの声も聞こえますかね。大丈夫ですか。聞こえる、聞こえたら左手を上げてください。大丈夫ですね。はいはい、じゃあ反対側も失礼します。解消されてるなという印象です。よかったよかった。で、喉も綺麗で、耳の中も、正常かなと思います。はい、で、ちょっとお話をね、伺ってると、とても怖い夢をご覧になったりとか、ね、特に歯がボロボロと抜け落ちるっていう夢は、心だけじゃなくて体も肉体的にちょっと疲れてる時なんかに見る夢とも言われてたりするんですね。はい、はい、なのでちょっと今から首と肩も触診させていただきますが、おそらくちょっとね、疲れが全体的に溜まっているかなという感じがしますね。うん、ではちょっと触診させていただきますので、消毒して触ります。はい、ではね、ちょっと首からいきますね。よいしょ。うーん、ここ痛いですか。うん、痛いですね、ここね、このあたりね。うんうんうん、この辺どうでしょう。ちょっとこの鎖骨の、うん、ここも痛いかな。ちょっと盛り上がってますね、首から肩にかけての僧帽筋のあたりがね。うんうん、ちょっと肩プッシュしますよ。肩プッシュプッシュプッシュ。うん、
紙もいいですか？失礼します。キュッキュッキュッ、あー硬いですね。うん、ちょっとこの眉間のあたりも、うん、硬いですね。はい、いいですよ。うん、今ね、触らせていただいた感じ、この首から肩にかけての部分がもっこりと盛り上がってまして、非常にちょっとコリがひどくなってるかなという印象ですね。はい、あとは鎖骨の部分も、いわゆる老廃物とかを、まあ、押し流すポンプ的なね、役割をこの辺はしてくれるんですが、ちょっとここが詰まってしまっているので硬くなって、で押したら痛かったと思うんですけど、で老廃物が流れてないかなという感じですね。はい、あとはこめかみ部分も非常にちょっといろいろとね考えることがあって、硬くなっちゃってるかなという感じ。同じくこめかみもでした。うん、そうですね。なので今日はですね、ちょっと頭皮の方でも新しくちょっと開発中のものがありますので、そういったものも組み入れながら心と体両方へアプローチをして、どっちもねリラックスできるような、そんな治療を行っていきたいなと思います。はい、でまずね、一つが、体へのアプローチで呼吸法です。うん、いつもねやってもらってるのをさらに改良したものがありますから、それをやっていきましょう。はい、で2つ目も体へのアプローチということで、ちょっと眼球をね動かすために、光をちょっと追っていただくというものをやります。はい、いつもねパソコンだったりスマートフォンで1点だけ見る、あるいはちょっと下だけね見るっていうことが多いと思うんですけど、そうすると目の周りの筋肉がバランスよく使えなくなっちゃって、この辺にクマができてきたり、いわゆるブルドッグなんて言われることもありますけど、たるみになってきてしまったりするので、しっかりと、目の周りの、ね、筋肉を使ってでほぐしていきます。はい、で後半はですね、頭の中を浄化するということで、私の方でハンドムーブメントを行います。と同時に匂いからもリラックスしていただきたいので、当院でおすすめしているリラックス効果の高い香りを嗅いでいただきます。はい、はい、で最後はですね、心身ともにアプローチということで、耳元で明るいですね前向きな言葉を、声かけしていくというようなことでやっていきましょう。はい、一連のねものを、やっていきますと、少しずつ少しずつ、頭や体や心のコリがちょっと解放されていったりもするので、はい、楽しみにしていてください。はい、はい、では早速ですね、呼吸法をきます。で呼吸というのは何が一番大事かというと、酸素を取り入れることよりも二酸化炭素を吐き切るということがとっても大事なんですね。はい、そうなんです。何もしなくても私たちは酸素を必要、あるいは必要以上に吸ってしまっていて、吸いすぎてその分出せないのにもかかわらずどんどん吸ってしまって、体がちょっと重たいなとか、なんかむくんでるなとか、そういったことって実はあるんですね。ですので今日は自然に吐き切る、そういった練習をしていきます。はい、どうやるかというととても簡単です。まずは姿勢を楽にしていただいて、はい、骨盤をですねちょっと立てるような感じでキュッと立てていただいて、おへそのちょっと下のあたり、丹田というところを軽く意識してみてください。
どこか具体的にわからなくても大丈夫です、はい、姿勢を楽に、でも骨盤は立てて丹田をちょっとだけ意識します。ここのあたりですかね。そして息は吸わなくて大丈夫です。私と一緒に数字をカウントダウンしてみましょう。その時に息が苦しくなるまで、吸わないでください、酸素をね。はい、では準備はよろしいでしょうか。はい、楽にして一緒に数えていきましょうね。ではいきますよ。嬉しかったですよね。はい、今ので十分息が出し切れて、必要な分の酸素を新たに取り組むことができました。はい、そうしましたらいつもの通り鼻から息を軽く吸って吐くというのも3回やりましょう。はい、では不要な息をふーっと吐いてください。息を吐いて、そうです。鼻から軽く吸います。そしたらそのまま吐き出しましょう。細い糸がどんどん遠くに出ていくよ。では最後ですよ。軽くでいいので鼻から吸って吐きます。ゆっ
くり細く長く細く長く飛んでいくように、ずっと向こうまで糸が続いているように。はい、 OK です。はい、よくできました。それでは次に目の運動をしていきましょう。ではまず準備運動をします。目をぎゅっとつぶってみてください。ぎゅっとつぶってパッと開いてみる。はい、これを5回行いましょう。私がぎゅっと言ったら目をつぶって、パッと言ったら開いてください。いいですか？はい、ではいきますよ。ぎゅっパッ、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 ぎゅっパッ。はい、 OK です。そうしましたら今度はぎゅっ上、ぎゅっ右、ぎゅっ左、ぎゅっ下というので、その掛け声通りに目も動かしてみてください。はい、ではいきますね。ぎゅっ上、ぎゅっ右、ぎゅっ左、ぎゅっ下、ぎゅっ上、ぎゅっ右、ぎゅっ左、ぎゅっ下、最後です。ぎゅっ上、ぎゅっ右、ぎゅっ左、ぎゅっ下、ぎゅっ。では前を向いてください。はい、お疲れ様です。はい、これでね、目の筋肉だいぶ動いてきてるので、最後に、私が今からライトをお見せしますので、この光を追ってみてください。早く動いたりゆっくり動いたりします。両目で大丈夫です。はい、ではいきますね。くるくるっと動きます。今度は斜めに動きますよ。今度は三角、今度は逆三角です。はい、ゆら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 、曲線まーる、上下ジグザグ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 、シュッシュッ、ゆっくりゆっくり
次に香りを嗅いでいただきますね。はい、まずこちらはパフュームです。何の香りか分かりますか？そうですね、これはコットンの香りです。次にこちらの香りです。
ありますか？そうですね、これはグレープフルーツの香りでした。はい、次にこちらです。これは何の香りでしょう？そうですね、これは何の香りでしょう？わかりますか？あ、そうですね、爆弾、ホワイトマスクで合ってます。はい、そうです。はい、今お部屋にすごくいい香りが漂っているので、ちょっと匂いを嗅いで、はい、目を閉じてみましょう。はい、目を閉じてください。では開けてください。はい、じゃあ最後にね、耳元で少しささやきますので、目を閉じていても開けていても構いませんので、ちょっとぼーっとしながら聞いていてください。
覚めましたか？ちょっと眠ってらっしゃいましたね。今日の治療は以上で終了となりますが、ご気分いかがですか？よかったです。じゃあしばらく、数日この感覚は続くと思うので、夢を見るかとか、夢の内容がどうなったかとか、ちょっとねここ数日のご自身の様子を観察してみてください。はい、では今日もねありがとうございました。はい、どうぞお大事になさってください。はい、さようなら。